ラグビー日本代表が世界ランク19位のウルグアイに勝利。2022年6月18日、ラグビーの日本代表は来年のワールドカップに向けた強化の一環として、世界ランキング19位のウルグアイと都内でテストマッチを行い、34対15で勝ちました。 世界ランキング10位の日本は来年フランスで行われるワールドカップに向けた強化の一環として来月にかけて合わせて4回のテストマッチを予定しています。18日はその初戦として都内の秩父の宮ラグビー場で世界19位のウルグアイと対戦しました。 日本は3年前のワールドカップでも活躍したスタンドオフの田村優選手やリーグワンで新人賞を獲得し代表選初出場となるウィングの根塚孝雅選手など今後主力組入りを目指すメンバーが先発しました。 試合は日本が序盤からペースを握る展開となり、前半10分に熱花選手のトライで先制すると、40分には手びたたたふ選手のトライで、前半で15対3とリードしました。後半はウルグアイに2つのトライを奪われましたが、日本は日野強選手が2つのトライを決めるなど、ウルグアイを上回る3つのトライなどで、得点を重ねて34対15で勝ちました。 日本は今月25日に再びウルグアイと来月2日と9日にはフランスと国内でテストマッチを行います。先制トライの根塚試合の中で成長できた。代表選初出場ながら先制のトライを決めた根塚幸コウ選手は最初緊張した部分もあったが、田村選手やバックスの選手たちに声をかけてもらった。 後半に行くにつれてコミュニケーションが良くなり試合の中で成長できて良かったと振り返りました。そして多くの観客が見守る中でプレーしたことについては最高だし嬉しい。しんどくても頑張らないといけないと背中を押されたと話していました。キャプテン田村チームの一体感がある。キャプテンとしてチームを牽引した。 田村優選手は最終的に勝利を収めることができたし、いい試合だった。2週間だけの準備で、ここまで成長できるのはすごいし、もっと長く準備したと思うくらい、チームの一体感があるし、いい方向に向かっていると振り返りました。その上で自分の調子も徐々に上がってきているので、これからもっと頑張りたいと話していました。MEHC、チーム全体で力が出せていた。 ジェイミー・ジョセフヘッドコーチは、フィジカル面で特にフォワードの力が試される試合になったが、チーム全体でよく対応していて力が出せていたと評価しました。そして次の試合もワンチームで結束を強めてやっていきたい。今日とは違うメンバーだが、いい試合を展開したいと話していました。ラグビー日本代表、ウルグアイに勝利今季最初のテストマッチ。 ラグビー日本代表は18日東京秩父の宮ラグビー場で今季最初のテストマッチ国地域代表戦となるウルグアイ戦に34対15で解消した。世界ランキングは日本が10位、ウルグアイが19位。突進するタタフ。 日本は前半代表初キャップとなる根塚カ宮選手、久保田スピアーズ船橋東京米が先制のトライを挙げ15対3で折り返した。後半も運動量で勝る日本が試合を優位に進めた。25日に三国ワールドスタジアム北九州でウルグアイ代表との第2戦があり、日本はその後来年のワールドカップ、ワールドカップ開催国である。 フランス代表、世界ランク2位と7月2日に愛知・トヨタスタジアム9日に東京国立競技場で対戦する角田直也。ラグビー日本がウルグアイ代表に干渉主導権渡さず堀越康介や日野強のトライで加点。ラグビーテストマッチ日本3415ウルグアイ18日東京秩父の宮ラグビー場監修14,448人。 日本代表、世界ランク10位が、ウルグアイ、同19位に干渉した。前半10分に、リーグワン初代新人賞で、初キャップの WTB、ネズカコウミヤ東京米が、相手のタックルをかわして、先制トライを奪った。その後は、総田村優、横浜の PG、前半終了間際には、NOA とてびたた,たふ東京 SG がトライを決めて、15対3で折り返した。 後半になっても主導権は日本だった。フッカー、堀越康介、東京 SG のトライなどで着実に加点。同23分にはラインアウトのモールから同18分から出場した控えフッカーの日野強し、静岡がトライ。先発、リザーブ問わず存在感を発揮した。メンバーは大分別府市合宿で練習を積んできた日本代表候補で構成。 活躍次第では代表トップ選手が集う宮崎合宿に召集される可能性がある。日本代表がウルグアイ代表に解消そう、田村首相2週間の準備でここまで成長できた。ラグビーのテストマッチリボビタンディーチャレンジカップ2022日本代表ウルグアイ代表第1戦は18日。 東京秩父宮ラグビー場で行われ5トライを奪った日本代表が34対15で勝った。通算は日本の3勝1敗。第2戦は二は25日、福岡北九州市の三国ワールドスタジアム北九州で行われる。日本代表予備軍であるナショナルデベロップメントスコット NDS で編成した日本代表は前半10分。 この日が初キャップの WTB、根塚カ・美ウ美が先制トライを決めるなど3トライで153とリード。後半は控え方の日野津の2トライで突き放し、ウルグアイ代表の反撃を後半の2トライに抑えた。そう、田村優首相は初キャップの選手もたくさんいて苦しい時間帯もあったがいいところがたくさん出た。2週間だけの準備でここまで成長できたのはすごいと評価。 フル出場の根塚は最初は緊張した部分もあったが試合が進むにつれてコミュニケーションも良くなってきた自分のテーマとしてハードワークを掲げていた評価できるところはあったと思うと手応えを口にしたラグビー日本代表ウルグアイおろし今夏白星発進予備軍が昇格へアピール ラグビー・ディポビ・タンディ・チャレンジカップ、2022日本、34、15ウルグアイ、2022年6月18日、秩父の宮。世界ランキング10位の日本代表は、同19位のウルグアイ代表を34対15で下し、今回のテストマッチ白星発信した。今回は代表予備軍にあたる、ナショナル・デベロップメント・スコット、n d s のメンバーで編成。 一軍本体へ昇格に向けアピールを繰り広げた。まずは初キャップとなった WTB 根塚幸宮城東京米が存在感を見せた。前半10分敵陣右ゴール手前のラックから左へ展開された味方パスに反応。タイミングを見極めて最後は FB 尾崎明なり東京 SG からのオフロードパスを受けそのまま先制トライを奪った。前半終了間際には 敵陣右22メートル、ライン付近からのラインアウトを起点に、ナンバー8手びったタタフ、東京 SG がトライ。前半を15対3で折り返した。後半は途中出場のフッカー、日野強し、静岡が2トライを奪い、ラインアウトでも安定したスローを披露。宮崎合宿を行っている代表本体への切符をかけたサバイバルでアピールした。